色々なパンチフルーツポンチフルーツパンチは、果汁等を混ぜたアルコール飲料、パンチに切った果物を入れた飲み物デザート。今ではアルコールを含まないものもある。スペイン王家のバカラ製のパンチボールパンチは酒、砂糖、果汁、水、スパイスのほか、シロップや炭酸水を入れるのが一般的であるが、酒を使わない場合もあり、子供のパーティー等で供される。 パンチボールに入れて供すことも多いが、アメリカ合衆国等では、缶入り、瓶入りの清涼飲料水として、ハワイアンパンチ、トロピカルパンチなどの名称のアルコールの入らない飲料製品が多くのブランドから市販されている。また、パンチには小さめに切った果物を入れる場合が多く、このようなフルーツを入れたパンチを特にフルーツポンチという。フルーツポンチに入れる。 果物の種類は問わないが、柑橘類、リンゴ、桃、チェリー、キウイフルーツ、パイナップル、レッドパパイヤなどがよく使われる。生の果物ではなく、シロップワインなどで煮込んだコンポートや缶詰の果物を用いる場合もあり、果物以外に寒天やゼリー等を加える場合もある。また、汁を少なくし、主に果物を食べて楽しむデザートとして供されるものも、ある。 パンチを飲む人々パンチは17世紀以前の西ヨーロッパ、特にイギリス周辺で生まれた飲料である。原型は蒸留酒、砂糖、レモン汁、水、紅茶、または香辛料の5つの材料からできた一種のカクテルで、サンスクリット及びヒンディー語、マラーティー語等で5種を意味するパンチに由来するとする説が有力である。 イギリス東インド会社の船員がインドから製法をイギリスに持ち帰り、そこからパンチがヨーロッパの他の国々に広まり、様々な製法で作られるようになった。すでに1600年にはパンチポットの形で英語文献に現れている。パンチボールという大きなボールに入れて教師、殻の長い専用の尺紙でパンチグラスに注いで飲まれた。元は暖かくして飲むものであったが、 19世紀頃から冷たくして飲まれるようになった。パンチは江戸時代の日本にもオランダ商船等を通じてもたらされオランダ語ポン酢を借りてポンスと言った。奈良林雑話にオランダの酒をポンスと運、これを制するには焼酎一杯、水二杯砂糖浴きほどにいる肉豆、後期あるために入りとある。後にポンスは酒だけではなく酸味の果汁を刺すようになり、 ポンズの語源となったと言われる。砂糖、果汁等を混ぜた酒については、明治時代には、英語のパンチからの音訳で、ポンチ、ポンチ主等といった。日本国語大辞典に載っている、この後のバリアントの書質を年代順に記せば、ポンス、ポンチ、パンチとなる。20世紀初頭に、日本初のフルーツパーラーとして開業した銀座線引き屋にて、二代目。 経営者の斉藤義正の発案により、パンチに果物を多く入れ、特注のステムの長いグラスに盛ったフルーツポンチが1923年から供されている。パンチではなく、ポンチとしたのは、当時流行した風刺絵のポンチ絵を意識してのことという。また、1920年代後半の新聞に、様々なフルーツポンチの製法が紹介されている。日本コカ・コーラ社が、 ファンタのフルーツパンチ味を1984年に販売した。ありがとうございます。